ウルフクラスター、それ、ウルフクラスター、はぁ、くらえ、てりゃ、ウルフクラスター、燃料力、ウルフクラスター、モモレ竜よ、天高く高まれ、俺のコスモよ、ウォリア、はい、ウルフクラスター、モモレ竜よ、天高く、ペガサス、リサーチャン、ユニコーンギャロップ、燃料力、うわぁ、登れ竜よ、天高く、ペガサス、流星剣、てりゃ、小北斗の剣、ハンギングベア、テレキネシス、ウルフクラスター、登れ竜よ、天高く、ニコーンキック、それ、やっ、ふん、テレキネシス、これでどうだ、ロザン総流派、心のコスモよ、奇跡を起こせ、ユニコーンギャロップ、テレキネス、ウルフクラスター、はぁ、ペガサス、リサーチャン、ジェーン、ベア撃、最大奥義、メローポイズン、ウルフクラスター、それ、ロザン昇竜派、これでどうだ、燃料力、ジュア、ペガサス、流星剣、ユニコーンの究極見せてやる、ヒャー、ウルフクラスター、ヒッカーッ、ここが3、懐かしいな、この闘技場で俺は教皇からペガサスのクロスを授かったんだ。教皇、あいつには俺の知っている教皇は悪い人間じゃ、もしや教皇は、私の考えでは
教皇の正体は案ずることはない。早速誰か来た。木戸沙織。それでは送った信書を読んでいただけたのですね。その前に教皇様から木戸何でしょうか。ではこちらを。沙織さん気をつけて。沙織お嬢さんしっかりしろ。黄金の矢が沙織お嬢さんの…その黄金の矢は12時間以内に教皇様に抜いてみろ。日時計に火がと…お前ら頼む。よし辰巳、セイントの使命、俺たちの中でアテナのため。セイ、教皇様の命令だ。みだりに12級に押し入る者は厳罰に処する。くそ、どうやら強行燃動力ウルフクラスター。ロザン昇竜派。心のコスモよ、奇跡を起こせ。テレキネシス、ウルフクラスター、ペガサス、リンサーキャン。テレキネシス、これでどうだ。ロザン昇竜派、心のコスモよ、奇跡を起こせ。おりゃ、燃動力ウルフクラスター。のぼれ竜よ、天高く。ペガサス流星剣、ユニコーンギャロップ。手強い相手だった。老師がいらしてくれれば
きっとゴールド戦考えてる暇はないぜ。4人で力を合わせて第一の級を突破しよう。ようやく来ましたね。ムーゴールドセイン。ムーム、今はまだ。あなたは恩人だが、燃料力ウルフクラスター。チェアペガサスレーザーガン、ユニコーンキック、ウルフクラスター。チェアペガサスレーザーガン、ユニコーンキック、これでどうだ。高まれ俺のコスモよ。これでも食らいな。ウルフ食らった。アリエス最大の剣、主役は俺だ。これでも食らいな。これでどうだ。ペガサス流星剣、セイ。うわ、危ね。よろしい。クロスを。今の戦いは思った通り、ほとんどがハソコンなクロスで、ゴールドセイント。そうだったのか。修復が終わったら、聖夜よ。ゴールドセイントに勝つにはセブンセンシズ、つまり第七冠に目覚めなければなりません。セイントの強さを決めるのはクロスではありません。一つの究極まで燃焼させられているかどうかです。コスモを燃焼させる、人間の持つ能力だが、俺たちセイントは。そうです。なんだって。そうです、セイヤ。それがまだよくわからないが、ありがとうムー。クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。誰か、反逆者が金魚球に押し入ったぞ。そうだ、ここで戦ってみれば。テレキネシス、これでどうだ。高まれ俺のコスモよ。ユニコーンキック、燃料力、せや。桃れ竜よ天高く、心のコスモよ奇跡を起こせ。それウルフクラスター、ロザン昇竜派、心のコスモよ奇跡を起こせ。ノーリャー、主役は俺だ。テレキネシス、これでどうだ。チュアー、高
でやっ、おちょくり、これでどうだ。はあ、どうだ、聖夜。さっぱりだ。ほんの一瞬も。そんなに簡単だ。くそ。もう少し時間があれば。でもそんな暇はなさ。ゴールド、やはりゴールスキル、ムーのやつめ、このアルデバランは容赦せん。コスモを究極まで高めれば。本当か、アルデバラン。燃料力、ウルフクラスター、ロザン昇竜派、ユニコーンキック、ウルフクラスター、モモレ竜よ天高く、ペガサスリーサーキャン、ジュヤッ、ネダー力、ノアラドザン昇竜派、ルフクラスター、ロザン昇竜派、心のコスモよ奇跡を起こせ、ユニコーンギャロップ、クリスタルボール、クライナ、ウルフクラスター、カーッ、主役は俺だ。ペガサス、リーサーちゃん、我が持つ最高の力お見せしよう。やばいぞ。お嬢様、ユニコーンのジャブ、ただいま戻りました。お嬢様、ユニコーンのジャブ、ただいま戻りました。